シフトレバーの配置。シフトレバーの配置では、自動車の運転席において、シフトレバーが設けられている位置について記述する。自動変速機 AT や無断変速機 CVT の場合は、シフトレバーと呼ばず、正しくはセレクター、あるいはセレクトレバーと呼ばれるが、本校ではこれらセレクターの配置を含めて実る。また、オートバイの変速方式についてもこの校で記述する。 自転車のシフトレバーについては変速機シフターを参照。シフトレバー、シフト、レバーとは、内燃機関、エンジンを動力とする自動車のマニュアルトランスミッション、MT、手動変速機の歯車の組み合わせを選択する、レバー、テコ棒の子。これらの自動車を運転する際、適切な出力や速度を得るためには、運転手が状況に応じて任意に、 トランスミッションの歯車の組み合わせを変える必要があり、その操作に用いられるのがシフトレバーである。なお、シフトレバーはギアレバー、ギアレバー、ギアチェンジレバー、ギアチェンジレバーやスピードチェンジレバー、スピードチェンジレバー、これらを略したチェンジレバーと呼ばれることもあるほか、英語圏ではギアスティック、スティックシフター、シフター、スティックシフター、シフターの名称も用いられる。 シフトレバーはトランスミッションの種類や配置によりその機械的な構造が分化される。MT 車においては縦置きエンジンを採用する後輪駆動車でなおかつフロアシフトの場合などキャビン内のシフトレバーとトランスミッション本体が近接している条件ではシフトレバーが MT 内部のシフトセレクトフォークを直接動かす作りであることが多く横置きエンジンを採用する。 前輪駆動車やキャブオーバーエンジンのトラック、リアエンジンのバス、あるいは多くのコラムシフト車など、シフトレバーとトランスミッション本体が離れているような条件の場合には、機械的なリンク機構やワイヤーにより、シフトセレクトフォークを遠隔操作する構造であることが差は。AT 車や CVT 車においては、初期の機械制御方式の時代には、シフトレバー、 セレクターレバーがリンケージにより変速機に直接接続されていることが多かったが今日のコードに電子制御化された ATCVT においては必ずしも変速機とシフトレバーが機械的に連結されている必要はなくバイワイヤ構造で充足できるよりシフトレバーの配置の自由度が増す要因ともなっているこうした傾向は究極的にはセレクターがレバーである必要がないことも 意味しており、かつてのエドセルのシステムや欧州の大型バスに見られるボタン式や近年のジャガー XJ のようにダイヤル式スイッチを AT セレクターに採用している事例も見受けられる。このように、各形式により多少の構造の差異はあるが、機械的なリンクを持つシフトレバーの場合、その力学的要素は第一種テコに相当するものとなる。シフトレバーの視点、力点。 作用点のそれぞれの距離の関係が直接的に変速に必要な移動距離、シフトストロークの高に直結することとなり、同時に変速に必要な操作力の高にも大きな影響を及ぼす。シフトレバーの各部の長さはその車種の商品性や装備されるエンジン特性や変速機内部の部品の回転管性を含む質量に理最適の寸法が、 選択されるが素早い変速操作が求められる競技車両やスポーツカーの場合などでは操作力を多少重くしてでもストロークの短いシフトレバーが選択されることが多くトルク許容量が大きく頑丈で操作力の大きい変速機が組み合わせられる大型車両の場合には操作力を軽減する目的で長くストロークの大きいシフトレバーが選択されることが多い車種によっては スポーツ走行を特に重視する運転手向けに、アフターマーケットパーツとして、ショートストロークシフトレバーが用意される場合もある。なお、シフトレバーの力点側のテコの長さは、シフトノブの長さを直接変更することでも行え、運転手の操作力を補助する要素として、シフトノブとカウンターウェイトの重さを変更する、こも有効な手段である。そのため、アフターマーケットには、 レバー比を変更する目的で、様々な形状、長さ、重さのレバーや、シフトノブが用意されている。シフトレバーが取り付けられた部位に応じて、フロア配置のフロアシフト、インパネ、インストゥルメントパネル、軽基板配置のインパネシフト、ステアリングコラム配置のコラムシフトの3種に、大別される。フロアシフトは1890年代から存在し、2010年代後半現在、 最も一般的なタイプで、軽自動車から高級セダンまで幅広く使われている。ほとんどの車種で、車体中心線近くに配置されるが、レーシングカーでは競技規定に合わせ、右ハンドルの場合でも右手操作となっているものがある。自動車ボディ自体の腹印がごく狭かった1900年代初頭には、車体外側にシフトレバーを装着する事例も見られたが、この場合、 厳密にはフロアシフトではない。1910年代以降はフロントエンジンリアドライブの場合にトランスミッションが車体中心線に位置することからフロア中央配置が標準化した。MT のシフトパターンは前後がシフト、左右がセレクトの H 型がほとんどで一部に前後操作のみのシーケンシャルタイプがある。シーケンシャルシフトの場合ノブを手前に引いたときに アップさせるのか、または反対にダウンさせるのかといった操作方向と変速動作の関係はメーカーやレーシングチームの方針、レーシングドライバーの好みなどで異なる。ロケット、メッサーシミット KR175、KR200 などオートバイ用のトランスミッションを流用した場合は必然的に地域検査操作となる。ウニモグの場合は シフトレバーが副変速レバーを兼ねており、亀のマークの低速側、ウサギのマークの高速側、それぞれにトランスミッションの段数分のポジションがあり、4足トランスミッションならば4足2の8足となる。逆に、リバース R イコール交代ポジションはなく、前後芯の切り替えは逆転機で行うため、前後芯ともにすべてのギア、微速から最高速までがいる。 これは特に切り口車としての需要を考慮したものである。フロントエンジンリアドライブ方式のレイアウトでは、トランスミッションケース自体、またはケースに取り付けられたステーにシフトレバーを持つものが多いが、キャブオーバー車やリアエンジン車ではトランスミッションが運転席の後方となるため、ワイヤやリンケージを介したリモートコントロール式になっている。 フィンガーシフトを装備した大型車でのシフトレバーはトランスミッションのアクチュエーターを作動させるための電気信号を送るだけのスイッチとなっており新車において機械的なリモートコントロールを行うものはほとんどなくなりその位置もインパネもしくはその周辺口実に変わっている AT ではセレクターのグリップ部のボタンでパーキングロックや各ポジション間のロックを解除し前後に 直線的に操作するものが多く、その他、グリップ部には、アンドックボタンがなく、レバー自体を、パーキングポジションから引き起こすことで操作するものがあり、これらのゲート形状は、ジグザグ型、U 字型、J 字型、L 字型などとなっており、前述の直線的に操作するものよりも素早い操作が可能となっている。また、ティップシフトと呼ばれる、技術シーケンシャル操作のものもある。 シフトレバーが、ステアリングホイール、ハンドルに近いところにあるのでシフトチェンジ時の操作性に、優れ、さらに、コラムシフトに比べ、ギアポジションが分かりやすく、操作性もフロアシフト並みに良い利点がある。トラクシオンアバン、1934年発表やに、CV、1948年発表など、縦置き FF で名を馳せたシトロエンは、インパネシフトを基本としていた。 前輪駆動を採用した初期のシトロエンは、トランスミッションがエンジンより前に位置していたため、トランスミッションから真上にロットを立ち上げ、エンジン上を乗り越すようにしてダッシュボードまでロットによるリンクをかけ渡す手法が、取り回しとしては最も簡潔であったことによる。西 c v では、前方からエンジン、トランスミッションという並びになったが、シフトレバーはインパネに位置し、前後に押し引きすることで、 シフト、左右にひねることで、セレクトという、独特の操作方法をとった。その後、1950年代の DS と ID は、自流に乗って、コラムシフトとなったが、2CV 派生の空冷水平対抗エンジンの、ベーシック化には引き続き、インパネシフトを採用し続けた。パワートレインのレイアウトが、トラクシオムアバンと同様のルノー4にも影響を与え、同社は、 旧型シトロエン類似のロッド連動をと、いる。その後は、ワイヤーリーンケージの導入で、位置的自由度が高まり、フロアシフトとコラムシフトの中間的手法として、用いられるようになった。MT 比率の高い押収で、ピープルムーバー、MPV、ミニバン、ワンボックスカーや、商用車でのマニュアルシフトとウォークスルーを両立する。 レイアウトとして採用されており、一般的な乗用車にも使われるようになっている。日本車では、古くは、ドグクラッチ式変速機を採用していた、ホンダ N360 の例のみであったが、2000年代以降は、欧州向けとレイアウトを共通化した車種から普及が始まり、キャブオーバータイプの商用車にも広まっている。1997年登場の三菱。 シャリオグランディスでの採用が1990年代以降の日本車としては初となるが2000年登場の7代目ホンダ、シビック以降、現行型のマツダデミオ、トヨタハイエース、三菱不装、キャンター、日産、NV200 バネット、日産、NV350 キャラバン、ダイハツハイゼットカーゴ、スズキエブジーなどでは、MT のシフトレバー、 AT のセレクターともにインパネシフトとなっている。昨今の一部トヨタ製ハイブリッド専用車、レクサス含むワプリウス、NHW20 を皮切りに、アクアを除いて、以来からの大きなセレクターレバーを配し、ステアリングポスト脇に非常に小さなレバーを設置するデザインを採用している。貨物自動車やバスでオートマチックトランスミッションを装備した一部の車両に、 採用されているギアセレクターは丸型でスイッチの切り替えは回転式である。発信時に操作した後は停止するまでの間通常は触る必要がない。ギアを任意に切り替える場合はハンドル脇についているシーケンシャルレバーを操作する。コラムとはステアリングコラムの略である。コラムシフトはシフトノブがステアリングホイールに近いところにあるため操作性に 優れ、一方では足元を広く利用できる利点があり、合わせて前席をベンチシートとする。しばしばこの組み合わせはベンコラという略称で呼ばれることにより前席左右の通り抜けも容易になる。逆に AT 社では限られたレバーストロークで多くのレンジを設定できないため、ギアの段数が多くなると操作性が劣るといった欠点もある。 シンクロナイザーをもたない旧来のノンシンクロトランスミッションや1930年代に実用化された初期のシンクロナイズ能力の弱いシンクロメッシュトランスミッションではフロアのダイレクトシフトは操作時の不快な衝撃が避けられず商用車やスポーツカーではまだしも乗用車では敬遠される類のものであったそこで操作時の不快感を少しでも減らせるように また当時のアメリカ社の大型化による社服拡大傾向を生かして全席の3人掛けが可能なように1930年代後期からアメリカでコラムシフトが普及し始めた。講師は1938年のキャデラックでの採用である。ビッグスリーをはじめとするアメリカのメーカー各社がリモートコントロールのコラムシフトやオートマチックへこぞって移行し、 その後多くのメーカーが追従したことで、一時、世界のスタンダードとなった。コラム MT のシフトパターンは、上下がシフト、前後がセレクトの H 型がほとんどで、競技者の一部に前後操作のみのシーケンシャルタイプがある。シーケンシャルシフトの場合、操作方向、前か後かと変速動作、アップかダウンかの関係は、メーカーやチームの方針、ドライバーの好みなどで異なる。 リモートコントロール式とも呼ばれるコラム MT のシフトレバーはトランスミッションのシフトセレクトフォークとの間に多くのロッドとリンケージが介在し、修道抵抗の多さから操作力はやや大きい。複数あるリンケージ接合部がそれぞれわずかな遊びを持つため、それらが集積されてシフトレバーの遊びとして大きく現れ、ダイレクトな操作感に欠ける。 ロットやクランクの合成が不足している場合はさらにダイレクト感が欠乏する、前述した変速時の衝撃が伝わりにくい理由も同じ。リンケージ接合部が懸念や長期使用で守ろう、劣化するなどの原因で操作自体が困難になることも多い。コラムシフトの MT はかつては乗用車から貨物車に至るまで幅広く採用され、 フラッシュサイド式の幅広ボディが一般化した1950年代には、本来機能面では、不適なスポーツカーにまで採される事例もあった。1960年代以降の MT 多段化傾向、4速でも、やや複雑だったが、オーバードライブの5速を追加されると、運転中のポジション確認が、手探り状態となる、コラム式ではそうに扱いづらくなったで、実用面の欠点が顕著になり、 次第にフロアシフトにとって変わられ、タクシーなどの前席3人掛けが必要な車種に残るのみとなっている。操作は、パーキングポジションからニュートラルポジションの間は逆手、以降、ドライブから321、L へは順手で操作する。逆方向、123DNRP へは逆手操作となる。通常、シフトアップ時は順手、シフトダウン時は逆手で操作する。 切り返しなどで全更新を繰り返す場合、H パターンの3速 MT では、ニュートラルポジション手前側の一列、上が R、下がファーストを使うのみで素早い操作が可能となり、この方式の存在意義もあった。トヨタのタウンエースノア、ライトエースノア、e g コラムシフトや、クイックデリバリーにはコラムシフトながら、フロアシフトの H パターン。 サゼンがファーストと同じ操作が可能なシトレバーが採用されていた。コラム AT セレクターは1939年発売のオールズモビルに世界初の全自動変速機が搭載された時点で当初から採用され、コラム上はつに取り付けられたシフトポジションのインジケーターを節連動させる機構が取られていた。この AT インジケーターのレイアウト事例は1960年代まで。 多く見られた。以後もアメリカ製 SUV やミニバンに採用例が多い。日本では1990年代以降ミニバンや商用車、軽自動車に普及したが、その後はより操作性に優れるインパネセレクターへと移行が進んでいる。日産、キューブ等の一部の車種にコラムセレクターが残っているが、モデルチェンジの際にインパネセレクターに切り替わる傾向となっている。例外的に、 トヨタパス外は2010年2月にフルモデルチェンジした新型車でもコラムセレクターを採用している。MT のシフトレバー、AT のセレクターともにコラムシフトの場合、車体中心線側に配置される場合がほとんどであるが、中には外側配置のものもある。マツダ T1500、T2000、1970年代に生産されたホールデンステッツマンなど、クライスラー・ボイジャー、 ロールスロイスの右ハンドル使用者でも外側配置のコラム AT セレクターが採用されており、それらの車ではドライバーは右手でシフト操作を行う。クライスラーは単に左ハンドル使用者との共用であるが、ロールスロイスに関しては鉱石乗員からシフト操作を見えにくくすためという理由で伝統的に外側配置が採用されており、これは突起すべき事項である。 ただし、左ハンドル仕様になると、通常の中央配置になり、その伝統は無実化される。物理的なリンケージでつながるシフトレバーやセレクターでは、なく、電気接点のみを切り替えるスイッチの場合は設置場所や操作方法の自由度が格段に増す。例えばシトル NDS のセミオートマチックトランスミッション、クラッチの動作のみならず、トランスミッションの切り替えにもハイドロニューマチック。 サスペンションの油圧を用したものの、シフトスイッチは、やや内側、車体中心側に曲げられたレバー形状を持つものの、ステアリングホイールの位置に関わりなく、コラム油圧に配置されている。このシフトスイッチは、セルフスターターのスイッチも兼ねているのが特徴である。ただし MT 使用者の場合は、車体中心側のコラム脇に配置されている。他にも、シトロエン c 4ピカソや、 BMW7 シリーズ E65 近年のメルセデスベンツ各社ではシフトレバーというよりはコラム状に設置されたジョイスティックという面持ちで軽い操作性と見栄えの良好さスペース効率の追求を両立している単なるスイッチでありレバー形状でもないが変速インターフェースの一例として記す 機械的な連動機構を一切持たず、トランスミッションの油圧アクチュエーターへ電気信号のみを送って変速を行う場合、室内側にはワイヤーハーネスの配線以外に設置上の制約がなく、ステアリングホイールから手を離さずにリアチェンジが可能なパドルシフトと呼ばれる配置も可能になった。かつてのパドルシフト採用者には、 フロアやインパネにセレクターレバーを残しているものも多かったが、レバーを廃止してダイヤルやボタン式の AT セレクターと併用する例も増えている。当初は走行性能に重点を置いたスーパーカーやスポーツカーに採用されていたが、近年では電子制御を重視する設計が主流であるため、トヨタボクシーのようなミニバンにまで広がっている。オートバイの場合には、今日では、 ほとんどの車種で足で操作して変速するフットシフトが用いられるが、1960年代以前には手で操作するハンドシフトの車種も見られた。ハンドシフトには大きく分けてタンクシフト、タンクシフト、ジョッキーシフト、ジョッキーシフト、グリップシフト、グリップシフトの3種類に対別される。タンクシフトは燃料タンクの側面に設けられた。 シフトレバーがリンケージを介して変速機に接続されるもので最も初期から存在する形式である。同じリンケージを介する形式でもシフトレバーの位置を大きく変更する目的でフレームにシフトレバーの台座を設置する場合もあり、こうしたものはアメリカの白バイ向け車両に多くいられたことからポリスシフトとも呼ばれている。ジョッキーシフトはリンケージを介さずに変速機に 直接シフトレバーを連結するもので、さらに競技にはシフトレバーをフットレスト後方まで伸ばして、ご車軸の手前付近に配置するものを押す。このように配置された場合、シフト操作があたかも馬に鞭を入れるように見えることから、このような名称で呼ばれる。グリップシフトは今日の自転車の変速機でも広く見られるハンドルバーのグリップを回して変速を行うもので、 旧式のベスパで用いられている。ハンドシフトは日本車では1950年代末まで陸王が採用していたのが最後の事例である。改造車両としては今日でもクルーザーをクラシックスタイルに改造する場合に見られる。市販車ではグリップシフト以外のタンクシフト、ジョッキーシフトに類するハンドシフトは走行中に片手を ハンドルから離すことを強いられ、横転事故の原因になりがちであったため、1950年代には、より安全性の高いフットシフトにほぼ取って代わられた。例外は、サイドカーやオート三輪のような、通常オートバイよりも安定性の高い車種に限られる。フットシフトのシフトレバーは、足で操作することから、シフトペダルと呼ばれる場合が多い。一端をクによって指示されたレバーの多端を、 足の裏で踏む操作と足の甲で引き上げるミサオで変速する方式が主流となっている。先端の操作部には滑り止めのついた突起が車体の横方向へ突出していて外観形状からシフトペグとも呼ばれる。あるいは中心を軸で指示されたレバーの両端のどちらか一方を足の裏で踏む操作のものもあり操作部は 平らな板状となっているが、足の甲で引き上げる操作を考慮し前方に伸びた、冷端のみ軸状とした車種もある。クルーザーやビジネスバイクなどに見られ、シーソーペダルとも呼ばれる。いずれの場合も、シフトレバーがトランスミッションから突き出したスンドル、軸に直接固定されるものと、リンケージを介して操作を伝達するものがある。今日のようなフットシフトメカニズムを、 初めて導入したのはイギリスのベロセットで1934年のことである。その後多くのメーカーがこの機構を採用したが、1936年の BMW のようにフットシフトを採用しながらも非常用にハンドシフトレバーも併設する例が普及の当初には見受けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。